はい、おはようございます。お調子です。僕は今沖縄の那覇にいるんですけども、もう今日で沖縄に来て2週間ぐらい経ちますね。もう1ヶ月いる予定でもうその半分ぐらい経っちゃいましたね。で、昨日ね、俺の友達の親方くんっていうね、 TikToker、YouTuber の人がいるんですけども、その人がね、ちょっと沖縄にね来て、知り合いの人たちと一緒に来てるんで、今日この後ね、ちょっと合流して、ちょっと一緒にね親方くんたちと遊ぼうと思います。前もね、一回2年半前の時も一回こんな感じでね、一緒に遊んだりしたのを軽くね動画にもしたんですけども、まあ、今回もそんな感じでね、ちょっと一緒に会おうと思います。はい。で、今俺は那覇にいるんですけども、親方くんたちはもうちょっと北の方にね今滞在してるんで、ちょっとこの後準備してバイクで移動して、ちょっと親方くんたちと合流しようと思います。はい。ちょっと準備して出発します。はい、じゃあ準備できたんで出発します。はい、那覇からバイクで1時間ぐらい走って、このうるま市の石川多目的ドームっていうところに着きました。ここは闘牛場でもあるらしくて、この後ね親方くんたちと会って、あの格闘技の試合をまず今日見ようと思います。はい、親方くんと合流しました。久しぶり。久しぶり。いや、今日たまたまさ YouTube 見ててさ、沖縄にいるっつったからさ、俺も行くんだけどと思ってなあ。また今回もなタイミング合ってた、よかったよ。そうだよ、前も沖縄だったしね。そうそうそう、楽しみましょう。はい、行きましょう。あ、そうっす。はい、中入りました。すげえ。これ普段は闘牛場として使われてるんですよね、これ牛戦わせて。で、今日は格闘技仕様にしてこうやって試合を観戦できると。外人の人も試合してるわ、ボクシングの。やっぱワントゥーワントゥーがネイティブだった。発音いい。女の人同士の試合もやってるわ。はい、今日の全試合69試合全部終わりました。はい、で次太陽ゴルフクラブのあのカジノに来ました。合法のね、毎回俺が動画にもした。じゃあちょっとやってきます。はい、終わりました。俺は1000円分6ドルだけちょっとかけてスロットやって、スロットしかないんですけど、ですぐ溶けて終わりましたね。他の人はみんなはね、まあ、もっと軍資金があるからね、いろいろやって勝ったり負けたりして遊んでました。はい、そんな感じでした。じゃあみんな車だけど俺だけバイクで来ちゃったんで、バイクで移動します。今親方くんたち一行と解散してまた一人になりました。いや、楽しかった。今ね、さっきずっとね、基本ね今回は元部とか名護の方にいたんですけども、バーってまた今、那覇に戻ってきて、ここで最後、ハンバーグステーキハウスデイズってとこでハンバーグみたいに食べて解散しました。みんなもう空港に行ってね帰ってきました。いやー、すごかった。いろいろあったわ、楽しかった。もういろいろ撮影したんだけどね、結局やっぱ遊んでるのに集中しちゃってね、あんま動画撮るの忘れちゃうんですよね。忘れちゃいましたね、途中から。とりあえずじゃあ、2、3日ぶりに一旦マンスリーマンションに帰ります。よいしょ、帰ってきた。ちょっとここ2、3日まともに寝れてなかったんで、ちょっと寝ます。はい、ちょっと寝てたらこんな時間になっちゃいました。で、この後、今ね
8時過ぎなんですけど、この後夜9時ぐらいにね、おちょこが今度はもうね、那覇に、沖縄に来るんですよ、飛行機で。なのでちょっと一回ね、準備して、ちょっとおちょこを迎えにね、那覇空港にバイクでちょっと行こうと思います。はい、那覇空港着きました。久しぶり。どうだった？暑い？暑いよ。ムワッとするっしょ。うん。暑い。どっから来たんだっけ？羽田？どこの航空会社？スカイマーク。いくらぐらいだった？2万ぐらい。まあ俺が出してあげたんですけどね。出してねえよ、出せよ。お前パンフレットもらいすぎだろこれ。すぐそこにあるやつでしょ、出て。うん。俺取るやつだよ、あんま見たことないわこんな。いっぱいあるしね、よく見たらクーポン入ってんだよ。まああるけど、こんな、まあいいや。じゃあ俺のマンスリーマンション行こう。はい、着きました。懐かしい、うん、覚えてる。で、部屋がここです。ピカピカしよう、はい、ちょっと前泊まったとこよりはさ、少し狭くなったけど、なんかいろんなとこ行ったからすごく綺麗なとこに見えるな。鍛えられたんだ、成長したんだな。あ、もういろんなとこ、汚いところ泊まらせた甲斐があったわ。じゃあ、東南アジアとかで、ピカピカなとこに見えるな。でしょ、うん、やっとその価値観になってくれたか。基準を下げるっていうのは大事だよ、人生は。日本って綺麗なんだな。そうよ、こんなないよ、タイじゃ。なんか食べた今日。まあなんかね、飛行機で中でなんかおにぎりとか食べたの。腹減ってる？あんま。あ、ほんと？珍しいじゃん、うん、珍しいね。空いてる？お腹。いや、あんま。何食べたの？なんかタコライスとかハンバーグとか今日食べた。何そんなおしゃれなの食ってよ。いや、さっきまでみんないたからさ、親方くんとか。え、おしゃれ。で、ごちそうになったわ。てかずっと、最近ずっと飯とか全部ごちそうになってたわ、その社長みたいな人が。あ、でごちそうになってんの？は？うん。年下の社長もの人もいて、その人もごちそうになったりしてた。アラフォーで？てん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 。どうしたのこのロースカツサンド。あ、浅草？え、どこで買ったの？美味しそうだから空港で買ったんだよ。吉上。あ、うまそう。ちょうだい。キャベツも挟まってる。いただきます。すごいね。そう。もう3時なのに、あんま残ってなかったな。うまー。このキャベツがパリパリして、いいアクセントになってるな。うん。うま。うまー。スカイマークいいな。なんか、みんな。よく使うよな。そのさ、LCC。使わない人はスカイマークだよね。あ、そうかもね。東京沖縄間って、うん、結構安くてね、結構いいんだよな。ちっちゃくないんでしょ飛行機も。うん、でなかなか立派な。そんでちゃんとお茶も出るし。よし、じゃあちょっと外ブラブラしてみっか。沖縄満喫しましょう。じゃあ夜の沖縄に繰り出そう。行こう、行ってみよう。懐かしいな。久々でしょ国際通りも。はい、国際通り来ました。懐かしいな。もうでも夜だからな、全部閉まっちゃってるわ。ちょっとドンキ行きます。このドンキはでかいからな、上まであって。すげえ、このコーナーエログッズだけでこんな一かけ作ってる。みんな結構買うんだ、沖縄来たら。いろいろ売ってんな。すげえ、一番上のフロアに薬局もあるわ。あ、これいいわ、このドンキ。はい、ちょっといろいろ買いました。はい、じゃあ移動します。今ゴキブリが顔に当たってきた。もう最悪だわ、もうあんだよ。はい、ちょっと飯食いに前も来たステーキハウス88ジュニアに来ました。はい、ここはね、夜も確か深夜3時半とかそんぐらい遅くまでステーキ食えるんで。まあ前も来たけど、まあ入ろう。じゃあ、ちなみに今バイクで走ってたらね、俺の顔にゴキブリが飛んでバンってぶつかってきて、ババって。マジ最悪だった。お前が来るとゴキブリとなんか合うんだよな。なんか連れてきてる？仲間なんだろうな。よし、入ろう。あ、深夜でも人いっぱいいるわ。すごい大人気だね。ね。これ安いからこれにしよう。カットステーキの 150g。 はい、注文しました。で、スープとサラダとね、ご飯は食べ放題なんでね、自分で取ります。はい、サラダとスープ取ってきました。うまい。
昔のことを思い出す人が好きな食べ物なんだ。昔のことをよく思い出す人が好きな食べ物。ピンポン、なんでだと思う？若いね。いや、正解は海藻が好きだから。はい、カットステーキも来ました。 150g レアだ。これで1100円か。サラダとご飯とかもついて。じゃあこの卓上のニンニク醤油ダレ、これをつけつつ、いただきます。うん、うまっ。うまいね、肉柔らか。肉がふわふわだな。まだ食べてないじゃん、お前。いや、切ってる時になんかふわふわって。切ってわかる、柔らかさ。なんだこの肉、なんかあんま見たことないな。じゃあし、この S1 ソース、今回食べたの？まだ食べてない、初ステーキかも。うん、あS1 ステーキもうまい。なんかさっぱり酸っぱい感じで。みんな沖縄の人は酒飲んだ後にね、ステーキ食べるもんね。すごいね。何回も言ってるけど、これも酒飲んだ後ステーキってすごいな。でもラーメンもよく考えたらすごくない？あれがなんかスープでさ、あれだとかスープ飲みたくなるもんね。ステーキはよく分からない、なんで酔っ払いながらこんなガッツリ食うんだね。楽しい。はい、ごちそうさまでした。よし、じゃあ帰ろう。はい、戻りました。よし、寝る準備するか。どっちがいい？ベッドと下。じゃあ俺下か。よし、じゃあ寝るか。うん、休み。でも地べたは地べたでなんか落ち着くな。なんか低いのって落ち着くんだな。おはよう。おはよう。めっちゃ寝ちったじゃん。ね。もう12時過ぎだ。うん、時差ボケだな。時差ボケって同じ日本でもあんのか。まあいいや、うん、じゃあちょっと準備して出よう外。うん、そうしよう。ちなみに昨日おちょこはこれドンキで買ったサンダルです。厚底サンダル、これで2000円ぐらい。うん、見たことない。オーシャンパシフィック、おしゃれ。じゃあ出発しよう。天気一緒。え、東京は梅雨、まだ雨降ってた。東京めちゃくちゃ暑いわ。じゃあちょっとなんかまず飯食い行こう。はい、国際通りの横にある平和通り商店街に来ました。ハンバーガー屋だ。はい、おちょこはこのお土産屋でマグネットとかキーホルダー買いました。全部で2100円ぐらいでした。はい、ここでもなんか小銭入れとかキーホルダー買いました。おちょこがまたこれも2100円でした。これ何？人魚が泳いでいるんだ。本当は中に人魚がいる。はい、公設市場とこ来ました。この通りもめっちゃ綺麗になったよね。めっちゃ綺麗、懐かしい。ちょっと公設市場入ってみるか。あ、こんな綺麗になったんだ。カラフルだな。あ、これハリセンボンが、ね、向かれてるんだよね。かわいいな。かわいいじゃん、かわいそうじゃん。でけえさ、カニもすげえ触覚。ドタの顔がいっぱいある。足も。よし、じゃあこの田舎でソーキそば食べよう。あ、もう今いっぱい600円になったんだ、ソーキそば。はい、来ました。ソーキそばの波600円。安いよね、まあ、600円になっても。ソーキがね、でかいんだよね。そうそう、俺も食いたかったんだけど。じゃあまず麺からいただきます。うん、麺硬いね。うまい。久々に食った。めっちゃ歯ごたえある麺で、うまっ。スープも、うん、ちょっと甘めのスープで和風の出汁が効いてて、うまい。そしてこの大迫力の早期な、うん、
とろとろ、うまっ、うん、美味しいね。やっぱ田舎だな。うん、沖縄来た感が出るね。はい、ごちそうさまでした。なんかマルコはいない。でもあなたがマルコですよってことじゃねえの、うん、じゃあちょっとこの赤トンボのタコスも食おう、うん、あとタコスってまだありますか。あ、じゃあタコス2つ。はい、来ました、赤トンボのタコス。すごい、1個400円だった。結構まあまあするんだな、うん、で、このソースかけて、すごい、すんげーパクッ、サリッパリッと揚がってるわ。いただきます。いただきます。うん、おいしい。もうチーズとかひき肉とかトマトとか野菜が入っててうまいわ。皮がパリパリでうまい、揚がってて、うん、ソースもなんかピリッとしてクリスピーだな、うん、はい、ごちそうさまでした。よし、じゃあ一回宿戻ろう。はい、帰ってきました。で、今日はこの後ね、一旦この今泊まってるマンスリーマンションを出てね、あの女村の方にね、今日からちょっと泊まるホテルをね、ちょっとおちょこと二人泊まりに行くホテル取ったんで、一旦ちょっとここ出てレンタカーも借りたんで、あのレンタカーに乗ってちょっとね、女村の方に向かおうと思います。はい、じゃあ荷物まとめたんで出発します。はい、レンタカー借りました。これが計で、1日4000円で3日間借りたんで1万2000円でしたね。すげえ、なんかハンドルがヤンキー仕様だ。よし、じゃあ女村に向かって出発しよう。那覇から1時間ぐらいだな、女村は。楽しみ。本当はな、最初バイクで行こうと思ったんだけどな、2人乗りで。いや、あの、なんかね、バイクで、アドレスで、なんかね、ちょっとね、ちょっとヨロヨロしたし、荷物多かったしね、あと暑いから、ちょっと怖くなったんだよね。そうな、あれにちょっと荷物持って、俺らでかい2人乗るのはな、みんな危険を感じたんだよね。1時間半もごっぱち走って。久々だわ、レンタカーでも。でもすごい快適だな。なあ、人生が変わるな。なあ、車に入るだけで世界変わるわ。最初ここずっと徒歩で歩いてたよね。綺麗じゃん、ここら辺、うん、ヤシの木あって、うん、綺麗。よし、着いた、ホテル。すげえ綺麗、めちゃくちゃ綺麗なのだが。はい、ここがみゆき浜原リゾートっていうね、ホテルをね、今日から2日間予約してんで泊まります。ちょっと古いホテルだね。綺麗よ。でも周りは何もないですね、ほんと田舎のホテル。わあ、すげえ、ちょっと昔のホテルって感じだ。はい、チェックインしました。おお、すげえ。ベッドも2個あって、さらに奥に和室が。いいね、この和室。やった。で、この窓の外はもしや、おお、シャンビューだ。すげえ、めっちゃ綺麗。わあ、プールも見えて。これがプライベートビーチなんですよね。ただね、今5時なんですけど、6時までしかね、このプールとあのプライベートビーチ入れないらしいんですよね。なんでちょっと、じゃあ急いでちょっと海に入ろうと思います。人が少なくていい雰囲気だわ。テーブルとかね、テレビとか椅子もあるけど、まあ、結構年季入ってるの入ってるね。で、ベッドもシングルベッドが2つだ。あ、で、ここに布団と枕もあるから、この和室に布団敷いても寝れるんだな。あ、でも冷蔵庫もあるじゃん。で、ユニットバスもついてると。で、これとさらに大浴場もあるんだよね、他の階に。で、ここが2人で1泊で料金が1万2000円だったね。で、今回2泊取ったんでね、まあ、とりあえず明後日までここに泊まります。よし、じゃあ早速プライベートビーチ行ってみよう。このほら、 B ボタンがあるもん、ビーチボタンが。あ、ここは大浴場だ。
で、こっちがビーチで入り口。おお、こっちがプール。で、こっちがプライベートビーチ。おお、静かじゃん。この囲いの中が泳げる遊泳可能エリアだ。全然人いないね。よし、もうこのビーチ1時間も入れないんで、じゃあ早速入ります。すごい水きれい。すごい綺麗だね。ね、気持ちいいじゃん、ぬるくて。寒くない。これはいいね、ちっちゃいけどいいね。もっとあっちまで行ってみない、沖まで。あっちはね、結構深いんだよ。とかちょっと怖いからやめとく。沖はないじゃん、珍しく。首折りになるから。チョコもな、結構水苦手なんだよな。怖いんだよ、足つかないとテンパるもん。そう、冷てー。海坊主の初泳ぎ。あ、こうやって見たら、そっか、そんなでっかいホテルでもないんだな。見て、まあ、3階までしかないんだ。でもね、3階までの細長いホテルなんだ ね、うん、いつできたんだろう。昔からあるっぽいよ ね。いいね、これがプライベートビーチって言うんだ。これがプライベートビーチか。こんなに人が住んだらプライベートだってさ、他の人入れないんでしょ、ここは。そうこんな特権、初の転居していいんだな、海って。初のプライベートビーチ体験。初だっけ、すごいわ。すげえな。ただ本当な、6時までしか泳げないっていうのがな、プールも海も。そっからが涼しいのにな、なんでその早く閉めちゃうんだろう。それだけ難点だな。まあ危ないんだろうな、日によって。あのね、暗くなってから泳いでたらな。でまだ日もな、6時だったら7時ぐらいまで明るいのに。入れてんだろう。でちょっとあっちのプールの方も行ってみよう。じゃあまずこれ海水をね、洗い流して。はい。ダイナミックだな。あったか。気持ちいい。あったかいわ。楽しい。楽しそう。じゃあこのままホテルの中の大浴場も行ってみよう。ここっすね。じゃあ行ってきます。はい、お風呂入ってきました、はい、綺麗だったね、大浴場。なんかすごい綺麗でさっぱりしたな。なんかね、大きくてね、広くてね、お湯加減もちょうど良くてね、良かったな、ね。うん、外はないけどな、内風呂だけだけど、うん、でもプールから直接行けるのがいい、ね、な。この海入った後、風呂入った後、すごいね、超気持ちいいわ。全てのプール、海、温泉、全部網羅したな。全部がなんかね、コンパクトにまとまって超いいんだよ。ちょっと一旦休憩するか。休憩するか。よし、じゃあちょっと腹減ったから、なんか晩飯食いに外行こう。じゃあ車乗ろう。真っ暗だ。はい、名護の町に着きました。大都会だ。招き猫があるな。はい、レストラン海洋っていう飯屋、飲み屋、飯屋か、行きました。じゃあここで晩飯食います。広いな、あっちまである。あ、いろいろある、いいね、ここ。しかも味噌汁、スープ、ご飯おかわりできるってよ。おちょこはこのテンダーステーキにする。ちょっと安くなるんだね、今45周年で。肉好きだな、おちょこ。だって沖縄だから肉だよ。え、いつも東京でも肉ばか食ってるだろ。ベトナム料理、コウソンって何なんだろう。定食安いな。じゃあこのヘチマの味噌炒め定食にしよう。はい、来ました、ヘチマの味噌炒め定食。すごい、めっちゃこんな緑でヘチマヘチマしてんだ。ヘチマってなんだっけ、あの体洗ったりするやつってヘチマって言わない。ズッキーニはズッキーニでしょ。食べたことないけど。俺食ったことあるから。いただきます。いただきます。うん、あ、なんか食ったことない味だわ。すごいな、ヘチマ。ヘチマ美味しい。味噌の味がして、ナスも、あ、そうだね、ナスっぽい感じ。でもナスより好きかも。うん、うまっ。いろいろ野菜とか肉も一緒に入ってて、一緒に食うとうまいわ、うん、味噌の味がしっかり効いてる。今まで人生で見た豆腐の中で一番小さい豆腐だ。あ、違う、クリームチーズみたいなやつだ。あ、そういうことか。いや、豆腐だ。本当に、本当にちっちゃい豆腐だ。
ちゃくちゃちっちゃい。沖縄の定食って感じで美味しい。はい、おちょこのテンダーステーキも来ました。なんか見たことないステーキだね。ちょっと小ぶりな。え、これテンダーって何がテンダーなの？ラブミーテンダーとかのテンダーかな。テンダーって何なんだ。めちゃくちゃ美味しい。これありがとう。ステーキもらいました。うん、うまい。あ、ニンニクが乗ってたの上に。すごいな、ニンニク。うん、はい、ごちそうさまでした。はい、でっかいイオンに着きました。この中にダイソーとかね、ユニクロとかやっぱりステーキとかいろいろ入ってるわ。ミスドも広っ。このイオンダイソーもめっちゃ広いわ。すごいじゃんこのイオン。めちゃくちゃ広いじゃん。イオンめちゃくちゃいい。ダイソーだけどほんとでかいし。めちゃくちゃでかいダイソーなんだよ。はい、いろいろ買いました。よし、じゃあホテル帰ろう。あ、帰ろう。これ車あるかないかで全然人生の幸福度違うんじゃない。うん、もう電車乗るのと車乗るのじゃ雲泥の差だもんね。まあ夜が充実するような、うろうろできるから。酒飲まない俺らなんか特にさ向いてるんじゃない、うん、車持つこと。うん、くせえ、こいた、こいてない。え、こくない、お前女が車内で。こいてない。なんでそんな嘘。明らかに変な匂いするんだけど、なんで。違うよ。え、くさしないよ。なんでそんなやってないのに。なんでそんなこと言うの。いやいや、なんで別に。やじゃあいいよ。やめないよ。みんなにいじめられることはなんで言うのよ。いや別にいいよ。おならしてないよ。分かってる、冗談つか。なんでそんなことを言うの。手の匂いがしたからしたらと思っただけ。外の匂いがしてないよ。はい、ホテル帰ってきました。はい、でイオンで俺とおちょこで買ったものがこれらです。こういうお菓子とか飲み物とかね、うん、食い物と、あとシートとか、あと浮き輪も買ったんだよね、おちょこ、うん、洗濯ネットとか除菌シートとかバスタオルとか。このキュウリはどうすんの。痩せるためにさ、あのむくみを取るかな。これ普通にかじるってこと、このまんま。うん、でこれ俺が買ったやつなんだけど、これうまいんだよ。この酸っぱいマン味塩トマトっていうさ、この乾燥してる塩トマト。なんでトマトなの。普通梅が入ってんのに。これはなんかダイソーでしか売ってなくてうまいんだよ。欲しいよね。ちょっと酸っぱい、しょっぱい。なんかスパイマンのバッタモンみたいな。普通にスパイマンだけどね。うまいな。なんかほのかに甘さもあって。ちょっとやっぱヘチマ定食だけじゃ足んなかったかな。なんかお上品な量だったな。うん。うまお菓子。昔うめえな。でじゃあちょっと腹減ったんで、このさっき買ったねどん兵衛のこの琉球そば味ね、うん、こんなんがあったかんで、ね、ちょっとこれ食ってみよう。うん、最後にじゃあ紅生姜も入れて、じゃあどん兵衛琉球そば味いただきます。あれめっちゃこのスープの匂いが沖縄そばの匂いだわ。じゃあいただきます。うん、麺は普通のどん兵衛の麺とあんま変わんないっていうか、もともとどん兵衛の麺自体がなんか沖縄そばっぽい麺でしたもんね。ちょっとこういう食感がボソッとした感じの。うん、でスープが、うん、あ、スープがめっちゃ沖縄そばの味だ。うん、沖縄スープそば味のどん兵衛って感じで、うん、でも美味しい。ほんと沖縄そばみたい。うん、うまっ。よし、でちょっとまだ大浴場やってるから最後お風呂入ってこよう、もう一回。はい、大浴場でお風呂入ってきました。来ました。よし、じゃあちょっともう寝るか。うん、そうするか。一応こっちのな和室ゾーンに布団敷いたけど。なんでこんな散らかってんのすでに。いやもうこの前もな、まあ一応こっちベッドあるからこっちで寝るか。うん、そうするか。うん、いやでもすごいわ、こんな綺麗なベッドで寝れて。車もさ乗り回しちゃったりしてさ今日は、
一気に快適な生活になったわ。しかもここはプライベートビーチもあってさ、1泊1万2000円でしょ。うん、よかった、ここめちゃくちゃよかった。よし、じゃあこの綺麗なベッドで寝よう。うん、おやすみなさい、はい、おやすみ、おやすみ。